はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新パック来ましたね。新パック来まして、ハーピーデッキ、クソほど強化されまして、めちゃくちゃ強くなりました。生放送をご覧いただいた方であればね、よくご存知かと思うんですけども、なかなか負けませんでしたね。ほんと強くなりましたね。今回、ハーピーレディスクラッチクラッシュっていうこの最強モンスターがね、実装になりまして、効果を説明していくと、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上という汎用新規のモンスターなんですよ。だからサイキックリフレクターとかから出せるみたいなね、感じのモンスターです。で、このカードを、シンクロ召喚する場合、自分のフィールドのハーピーモンスターってチューナーとして扱えると。チューナーなしでシンクロできる、レスキューラビットとかからでもシンクロできるね、唯一のモンスターなんじゃないかなと今思ってるんですけども、これめっちゃ強いんですよ。で、効果もめっちゃ強くて、まあ、丸一番はね、いつもの通りハーピーレディとして扱うよっていう効果なんですけど、2番ね、魔法トラップカードの効果が発動したとき、相手のフィールドのモンスターか自分のフィールドのハーピーモンスターを、バウンスできるっていう感じね。で、効果だったら何でもいいんで、例えば、カリバとかの効果でもいいんですよ。もうすでに発動している表側の、魔法トラップカードの効果が発動したときでもいいんで、まあ、吸収とかそういう、永続系の効果とかでも何でもいいんですよね。なんで、これがすごい強いです。で、相手のカードの、発動にも、チェーンして、効果発動できるんで、めちゃめちゃ強いです。はい。牽制にできるっていうね、先行で立てると結構強かったりしますね。で、展開方法。まあ、要は、ハーピーを2体並べればいいんですよ。レベル8なんで、ハーピーって全部大体4なんで、レベルが。なんで、2体並べればいいと。で、2体並べるギミックは、やっぱ1個はまず、万華鏡からなる分身ね。これ、フィールドにハーピーレディがいる場合に、手札で行くからハーピーレディか、3姉妹を特殊ができるよっていうカードなんで、これで、まあ、ハーピーレディを出してくる。で、今回のハーピーレディは、ワンを採用しております。このモンスターは、フィールドに表側表で存在すると、風属性のモンスターの打点が300アップするよっていう効果なんで、万華鏡から出してきた、ワンとスクラッチクラッシュで、ワンキル取れるように、結構、打点アップが優秀なんでね。これが、非常に優秀なギミックとなっておりまして。で、こっちを採用しますと。で、ヒステリックサインがね、これバカみたいに強いです。これバカみたいに強い。1番と2番の効果があって、どっちか1個しか1ターンに1回しか使えないんですけども、まず発動時の効果処理で万華鏡を持ってくるっていうのが1番ね。で、2番目。これ書いてることやばいんですよ。このカードが手札かフィールドから墓地を変えたターンのエンドフェイズ、デッキからハーピーカードを3枚まで手札に加える。手札かフィールドから墓地に送られればいいんで、因果切断とかのコストにしてもいいですし、サンダーブレイクのコストにしてもいいですし、シンプルに狩り場で割ってもいいですし、いろんな方法でこのカードを墓地に送ることによって、このカードの効果でハーピーカードを3枚加えることができると。で、加えるカードは、まあ、狩り場ももちろん加えられるんですけども、まあ、羽暴気とかね、があれば羽暴気とかも加えられます、ちなみに。なんですけども、まあ、チャネラがかなり強くて、全部ね、ハーピーレディとして扱うよっていう効果全部ついてるんですけど、チャネラーは、手札から、ハーピーカードを捨てると、デッキからハーピーモンスターを特殊召喚できる一体守備表示で。だからこれで、ハーピーカードと、コンボしてこいつを出していくっていうギミックですね、基本的には。だからこれが圧倒的な初動カードになってます。で、ハーピーハーピストもこれ結構強くて、これ1番は共通効果で、2番が召喚に成功したら、自分のフィールドの、超持続1体と相手のフィールドのモンスターをバウンスできるよっていうね、このカード以外なんですけども。だから2体並んでないといけないよっていう感じなんですよね。で、これはちょっと使いにくいんですけど、3番の墓地に送られたターンのエンドフェイズにデッキから超持続レベル4モンスターをサーチするよっていう効果が強くて、要は因果切断とかサンダーブレイク のコストにしたらサーチできるんで、ハーピーモンスターを。なんで、こことここがやっぱコストとして優秀なんですよね。すごく。なんでこれガン詰めです。はい。で、パフューマーは召喚特殊召喚に成功したら、ハーピーレディ3姉妹と名前が記されている魔法トラップカードを1枚手札に加えるってことで、カリバか、もしくは、カリナル分身を手札に加えるっていうことができますと。で、ヒステリックサインがね、これね、墓地から万華鏡を回収できるんですよ。だから1回使ったカードを回収できるんで、だから、これ1枚でいいと思います、多分。はい。で、スキルがカリバになってて、カリバめっちゃ強い。やっぱね、バック割れるって最強だから。はい、早速ちょっと動き方見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。あれは22交換ですからね、さすがに強いですよね。どっち、私のドローフェーズですか。なるほど。パフューマー召喚、パフューマー召喚ですかね。パフューマー召喚で、パフューマー召喚成功時ハーピーの狩り場ぶち割っていく。で、パフューマー効果、やっぱこのパフューマーが強いよな。これ初動としてやっぱ成立してるんで、まあこれ3積みしてもいいんですけど、
まあ、チャネラーの方がね、2体簡単に並べられるんで、ね、まあ一応チャネラーにしてるんですけど、3枚の方パピバーでもいいですね。で、これなんだろうな、これデッキ、まあ普通に読むんだったらこれオノマトなんで、まあ、ローチ出しとくのが一番強そうな気するんですけど、スクラッチクラッシュ、ちょっと難しいですねこれね。普通に読んだらオノマトなんで、なんかローチ、あ、ローチでも別に強かねえか、エクシスだから、まあ、こっちかこっちやな、こっち出そう、こっち出して、でカード1枚セットして、ローチがエクシーズモンスターを止めれねえってことを忘れてたわ。久しぶりに使ってるからローチなんて。だからね、エクシーズモンスター止めれないもんね。これはハーピーレジスクラッシュクラッシュの方が強いでしょう。さあ、あ、来た、ドードバスター特殊召喚、オッケーです。強いな。これで、どこまで止めれるかだね、俺のデッキが。ハーピーハーピスト捨てればシスターオッケーです。召喚成功時、はい、いいよ。さあ何を手札に変えるか。ボルト、考えます。ボルト打たれる、サンブレ打って戻して、いやあるんだろうな、でもこれは一旦一度じゃないんで、サンブレ打って戻して、でもボルト打たれるからな、結局ここ打った方がいいですね。サンダーブレイク打って、でハーピーハーピスト捨てて、でこれ破壊ですね、こっち破壊して、でハーピーレディエスカチカシの効果でこっち戻すと、こうするしかないかな。まあ多分ウィンドウはあるんでしょうね、多分ウィンドウはあるんだと思う、おそらくガガガウィンドウね。なんで多分こいつは返されるんで、あとこっからエンドフェーズハーピストの効果でチャネラー持ってこれるんで、そっからなんとか返せればいいなって感じですね。セット、オッケー。えっ、マジマジっすか、それ甘いでは、それは甘いでは、ちょっと待ってくださいね。そいつは甘いやな、その展開甘いやな。チャネラーか、チャネラーやん、チャネラーやろか。カリバも持ってこれる、パフィーマー持ってきても展開できないしな。ドロー、なるほど。チャネラー召喚はなんかある？ないね。なるほど、ハーピーチャネラーの効果、ハーピーレディー1を墓地に送って、そしてハーピーパフィーマーを特殊召喚、そして特殊召喚成功時ハーピーの狩り場持ってくる。あれれ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 れ、大丈夫かな、なんかあのカード光ってないぞ、あのカード光ってないぞ、大丈夫か、これでぶち割るぞ、大丈夫か。甘えてんじゃねえか、その展開は。おい、アープレディスクラッチクラッシュ、スクラッチクラッシュ効果、はい、甘えてた、ウィンド持ってこないと、そこバードル、クリボールがないでしょ。はい、対戦ありがとうございました。カリバ込みのハービレディ1とスクラッチカーショット3100できるんで、一応打点で抜こうと思えば抜けますね。カリバ来た、相手のうわ、これも強いんだよ、別にこれも強いんですよ、言うてこのハンドもそんなに悪くないっていう話をしたい。セットセットセット、伏せすぎじゃない、伏せすぎでは。ドロー、これめっちゃ強いな。でもこれまあ一応ハンドコスいるんで、どうしようかな、まあ、とりあえずセットします。なんもないですか、なんもないですね、まあ、インガ切断もセットしたね。サンブレフセ、まあ、1枚は使うと思うんで、サンブレ3枚伏せしていいですね、これね、こうですね、これこれがね強いんですよ、実はこれが強いって結構すごいですよね。ドキュブダいいでしょ、はいはい、 AD チェンジャーね、何インガー切断を抜いてきたか、いいだろう、これが強いってすごくない、これが強いんですよ俺。いいんですか、そんなことして、そんな雑魚い転化していいんですか、クソ雑魚転化していいんですか。これで相手のバチコリ割って、でエンドフェイズ時
ヒステリックサインの効果によってめっちゃ刺します。まず、ですね、とりあえず捨てるのまだ1枚捨てるんで、ハーピスと、さらに手札加える、チャネラー、さらに手札加える、なんでもいいな、パフューマでいいか。違う、捨てるから、まあ、パフューマでいいか。パフューマーで、さらに、サンダーブレイク発動して、で持ってきたハーピスと捨てて、相手のクセカード破壊して、で、ハーピスの方が発動して、はい、最強。いや、強すぎません？これ強すぎません？どんだけアドサ開いた？相手のクセバチコリぶっ壊して、こっからワンキル取ればいいんだろ？余裕だろ。ハーピーパフィーマー、ヒステリックサインあるな。サインがあるか。とりあえずですね、まあ、チャンネル紹介しましょう。やってることおかしい。やってること結構やばいですよね、これね。で、チャネラー効果。あ、じゃなくて、そうだ、チャネラー効果。で、もう一回、ハーピスと捨てて、で、パフューマーを特殊召喚。そして、パフューマー特殊化成功時効果。華麗なる分身持ってきて、で、華麗なる分身を発動。さあ、華麗なる分身によってデッキからハーピレディ特殊召喚。そして、さっき見たな、これ。さっき見ましたね。これさっき見たゲイハーピレディスクラッチクラッシュをシンクロ召喚。あんだけ打ち抜いて手が4枚なら強すぎだろ。神ゲー起きた。そして、あ、ヒステリックサイン発動。そして、墓地の華麗なる分身を持ってきて、そして、魔劇を華麗なる分身を発動。どんだけ強い。おい、やべえだろこのデッキ。どうしよう、エクシーズしようかな。する必要性もあんまねえ気がするけど、まあ、一応しとくか。墓地効果止めるまみたいなやつ出します。ローチ入れる。もう一体出したろ。もう一体出したろ。いけ、さらにシンクロ召喚。はあ。強い。なんて強いんだ。スクラッチクラッシュ2連打。対戦ありがとうございました。やっば、隕石デッキ強いっすね、だろ。やっぱ因果切断入るデッキは強いのよ。海の伝説で、やっば、海の伝説でやべえ。でも海の伝説結構相性は良さそうだけどね。あの魔法トラップめっちゃ上がってるからこのデッキ。さあ来た、モンスターを攻撃表示召喚。うわ勝った、来た、カッティングシャーク来た、カッティングシャーク。あ、これパフューマー2枚引いちゃってのきついな。パフューマー2枚引いちゃったパターンか。パフューマー2枚引いちゃってるの結構きついですね。うわ、サンクステターン終了。そんなにクセカードいっぱいあったらヒステリックサイン来た。ヒステリックサイン来た。じゃあチャネラーからいっていいですね。ハーピーチャネラー、ハーピーチャネラーですね。ハーピーチャネラーを召喚。さあ、ハーピーの狩り場を発動。ハーピーの狩り場によってあなたの魔法トラップカードは破壊させていただくわ。待ってたぜ。ああ、やられてしまう。くぅ、これはね回避できない。何もできねえ、何もできねえ。ちょっと一応セットだけしよっか。いや、これ発動しといていいな。発動しといていいわ。発動しといて、で、満劇を華麗なる分身を手段に加えていく。初動潰されると何もできないんで、これターンエンドします。はい、ターンエンドです。これね、あのハーピーレディが存在する場合じゃないと打てないんでね、この満劇を華麗なる分身はね。ワンキルされなければ安い。ワンキルやめて、ワンキルだけマジでやめて。フィッシュボーガーチャー、はい、何これ、誰シンクロ召喚、誰、7誰がいたっけ、誰お前。誰やお前。お前誰やねん。え、このカード強い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 、やめて、強い強い強い、なんだよこれ、ふざけんなよ、強すぎるだろ、ふざけんな、誰だお前、お前誰やねん、
ゴムガードが新聞召喚に成功したとき、自分の墓地の魚のモンスター一体を対象にして、そのモンスターを特殊召喚するぞと。てめえ強えじゃねえか。なんだこいつ、あはは強え、あ強え。誰やねん、誰やねん、モンスター強すぎるだろ。キャー